こんにちは、トヨタマシギ治療院の古川です。肩関節周炎、五十肩四十肩ですね、こちらのですねセルフケア、今回で3本目になりますね。夜間痛が落ち着いて関節の拘縮が強くなった時期に、やっていただきたいエクササイズを紹介したいと思います。まずこのチューブを使ったエクササイズをする前に一つ前の動画、こちらですね、この動画で紹介した、ボールのマッサージを、先にやってから、このチューブのエクササイズに取り掛かるようにされた方が効果が高いですね。じゃあこのチューブどう使うか、実際やってみましょう。まずですね、肩の上がり幅っていうのをちょっと確認していただきます。こうやってね、手をまず上げていく。私はまあ問題がないんでこうやって上がっちゃいますけれども、まあ肩関節周炎、五十肩四十肩の人はこんな感じになると思うんですよね。だから体がかしがずに上げられる範囲っていうのをまず見てください。これはまあ血圧なんていうような、動作のチェックになるんですね。でもう一つは血体ですね。背中の方にこうやって手を回していくんです。普通だったら肩甲骨の裏側をですねちょっと指先で触れるぐらいの柔軟性はあるものなんですけれども、まあ当然ですね、肩を病んでしまえばその限りではなくなるわけですよね。もうこんなになっちゃったりする人もいますね。でそこをまあまず最初に、まあ後ろ側だったらねお尻が触れるのか反対側のお尻が触れるのか腰骨が触れるのかなんていうところを見ておくと、変化が見やすいですね。やりっぱなしのエクササイズは、ね、しない方がいいです。必ず、最初に機能評価、初期評価をして変化をかけるっていうのが大事ですね。でこのチューブのエクササイズで狙っていくのは主にですね関節、肩関節を支えているインナーマッスルの働きなんですね。インナーマッスルが一部、例えば短くなっている筋肉もあります。一部引き伸ばされて固まっているのもいるんですよね。もう一つはそれらおのおのの筋肉っていうのがちゃんと収縮弛緩ができない状態になっています。だから固まっちゃってるっていう部分もあるんですね。これを筋拘縮って言いますね。もちろん筋肉だけじゃなくて関節の周りの靭帯や、関節包っていう伸び縮みできないような腱みたいな組織があるんですよ。まあ腱って言ったらちょっと筋肉の先についてるものだから正しくはないんだけれども、なんとなくイメージつくでしょ。筋ですよ。ああいったものっていうのが硬くなってしまうっていうのを関節拘縮っていうんですね。だからそれら2つの中で、まあ、筋肉の働きから、動きをつけていこうということですね。でインナーマッスルの中でまず上面についてるインナーマッスル棘上筋、こちらの働きを取り戻すのにこんなことをします。とか斜め下にですねチューブの端を結んでください。私はちょっとベッドに踏ましてますけれどもね。そしたらよいしょ、こうやって後ろ手にチューブを握っていただきたいんです。今後ろ側から見るとですねこういうふうに持っています。でこう持ったチューブをですね体の横にこうやって開いていくんです、ね、で背中の後ろまで背中の方にまでですねこうやって戻していくんですね。いいですか。こんな動作で開く、方向はですね真横っていうよりは体の正面、まあ、この面からですねだいたい30度前です。少し前の方向に引いていきます。でそれからですね外ねじりで引いてください。こうやって外に回しながらで当然戻す時には内に回しながら背中の方に回っていきます。でこれが何もサポートをしないでパッとできるっていうのは結構元気な状態です。大体はですね負荷をかけ始めるときにはもう肩が痛くてしょうがないので、まずこの肩の前側ですね、三角筋がここにプッとあるじゃないですか。その三角筋の前部繊維こういうところ、ここを触ってみるとこう腕の骨が、ね、上腕骨の頭がですねポコッと出てるんですよ。こう丸い骨を触れると思います。そこを押さえてもらいたいんです。後ろにプッと押さえ、ちょっと分かりにくいか、こう出た、まあ、こう私の右の肩があるでしょ。そしたらこれを押さえてもらいたいんですよ。こういうふうにね、何をしているかっていうと上腕骨をこの関節側のソケットにしっかり押さえ込んでるんですね。ここがガタ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 動きながらこうやってぶつかりながら腕が動いてしまうというのが問題なんです。だからそれを変えるためにサポートした状態、正しい位置関係に関節を置いた状態で動かすっていうことがリハビリに役立つんです。いいですかね。ちょっとやってみましょう。
下側から持ったら体の後ろに持ってきます。上腕骨をですね、前から押さえました。そこから外ねじりで上げていきます。内ねじりで戻していきます。こういう動作、横から見るとこういう動作になっています。そうね。で、後ろから見るとこういうことになってるわけですね。ちょっとね、チューブを押さえてる場所が あまり良くはないんですけれども、イメージはつかめたと思います。で、当然ですね、肩の拘縮がある人、硬くてこうやって動かなくなっちゃってる人はこんな後ろに回らないですよね。だから回りきるところまででいいんです。ね、ここまでしか回らないっていうんだったらそこでいいです。そこから40度くらい開きたいですね。戻して、横から見たら30度前って言いましたね。前から見て横に開く角度は40度ぐらいですね。これが棘上筋の働きになるんです。棘上筋が縮めばこう動いてくる、目いっぱい引き伸ばしてくればこう入ってくるってことになります。フルレンジでの収縮伸長っていうのを繰り返していただきたい。じゃあどれぐらいの数やったらいいかっていうと、ここからですね、こうやって動かしながらしばらく頑張っているとちょっと熱くなってくるんですよ。こうジーンと熱くなってきます。バーニングって言うんですけどね、筋肉がですね、だんだん疲労してくると焼けつくような感覚っていうのが出てくるんですね。それを確認したら焼き上がり、一回終わりってことになりますですね。まず一手やったらちょっとまた手を上げて、上げた時の肩の引っかかりや痛みが小さくなるかなっていうのを一つ見てみましょう。まずこれが棘上筋のパターンですね。で、もう一つ、今度はですね、肩甲下筋というインナーマッスルに対する手を打ちましょう。肩甲下筋は腕をこう内側にねじる、上腕骨を内側にねじる筋肉ですね。肩関節がガタついてしまうような時には非常に重要な働きを持っている筋肉です。肩甲下筋のチューブエクササイズはこう行います。こうやって後ろに回していただいて、親指側からこうやって挟んで、これで準備 OK です。ここから内外っていう動きになります。これも当然痛めている側の方は前側からサポートしてあげてください。肘を動かさないように上腕骨をシャフトのように、車軸のように動かしながらこうやって動かします。で、どうしても効かせようと思うとこう短いレンジでこう動かしてしまいたくなるんですけれども、大事なのは引き伸ばされて目いっぱい、長さを作ることなんですね。だから縮めるだけじゃなくて引き伸ばされるところも丁寧にやりましょう。開ききるところですね。ですか、痛めてしまった筋肉っていうのはですね、往々にして緊張後伸、縮みやすくなるわけですね。で、その時に何が失われてるっていうと、引き伸ばされながら働く、遠心性収縮っていう働き方がうまくコントロールできなくなってるんですね。で、このコントロールっていうのはですね、脊髄レベルではなかなかできないと言われてますね。腰上の方から脳みその方から命令がちゃんと、筋肉に通っていないとできない動きなんです。リハビリではですね、この引き伸ばされるフェーズっていうのを大事に繰り返すっていうことが高い効果を引き出すのに役立つんですね。ですか、これもですね、効かせてくるところまで、効いてくるところまで繰り返してください、ね。今度はですね、外ねじりになります。どっか端っこに結びつけてこうやって引いてもいいんですけれども、まあ立った状態でやるんだとしたら、背中にこうやって回すじゃないですかですね。たら、まあ、手を入れたい側の脇の下から通している、端をですね、こうやって反対側で握って、で、もう一つをこうやって持ち替えましたですね。こうすれば肩を押さえることができますね。で、ここから同じく今度は外回しですね。外ねじりで負荷をかけてくると、こう戻った時にあまりにこうゴムが緩んでしまうというと、棘下筋は後ろ側にありますからね、この筋肉を引き伸ばされながら働かせるという勉強ができなくなっちゃいますから、準備をした時にゴムが緩んでしまわないようにしてください。内ねじり外ねじりができたら、今度はですね、こんなことをします。で、今度はですね、こう足で、片足でですね、チューブを踏んづけて固定します。で、ここからですね、よいしょっと、腕の裏を通してこうやって持っていただきたいんです。で、肩先を固定してこう内に回していくんですね。上腕骨をこうやって水平まで持ってこれると優等生ですね。でも肩の拘縮ある人はそこまでいかないですね。ほんのちょっと開ける範囲で結構ですから、そこでこうやって内外の動きを繰り返してください。これも内にねじる方ばかりではなくて、
開き切るところを大事に繰り返してください。1、2、3、2、2、3ぐらいのイメージでやられるといいですね。これを繰り返します。でそのままですね、今度は外旋のエクササイズに行きましょう。まあ、最初に今やったのは肩甲下筋にアプローチしましたね。もう一つは今度その対をなす後ろ側の胸下筋でしたね。はい、こっからこうやって上げてくれば今度は外旋のエクササイズができますよということになります。はい、で、もう一つだけ、エクササイズを追加したいんですね。三頭筋の中で肩甲骨についてる、三頭筋の長頭っていうのがあるんですよ。上腕三頭筋長頭ってね、これが硬くなっても腕の骨がソケットから前にずれちゃうんですね。だからこの三頭筋も長さをしっかり作りたい、コントロールをしつくしたいのでこういうことをするんですね。肩先をしっかり押さえて肘を上げてそこから伸ばす、肩裏を触るぐらいのところまでしっかり下ろす、肘の高さを変えないようにね、注意してください。こんなの当然、腕が動かない開かない人にこれは無理ですよね。その場合はですね、こうやって踏んでる側の足じゃなくて反対側を一歩前に出してあげてください。でそこからですねこうやって上げていきます。肘は上げられるところまででいいですから、そこから伸ばして曲げて伸ばして曲げて、足を揃えるとね、ここからズルズルズルってこう転がって伸びていってしまうのでやりにくいんですよね。だからちょっとこう足を体を、ね、半身に切る感じです。ここからこうやって上げてあげて、で一通り終わったら手を上げていただくですね。腰が強い人でも最終よりも開いてきたかどうか、また開いた時の痛みが小さくなったかどうかっていうのを確認するようにしてください。でね、必ずこれは守っていただきたいんですけれども、エクササイズをやってる時に痛い痛いと思いながらやってたらそれはもう負荷が強すぎです。肩痛めちゃいますから、こう手を添えてやってあげれば痛まずできるっていうのがまず最低条件です。やってる最中に痛くないっていうのが大事です。いいですかね。もう一つはですね、こうやってチェックをした時に最初よりも痛みが強くなってる時、こういう時はですね、中止してもらいたいんですよね。ですか。この運動に対して、良性の変化がつかない時、ね、それを続けてしまうと関節の炎症をポーンとまた引き出してしまうことがあるんです。だからリハビリの時はね、さじ加減っていうのは丁寧にした方がいい。やってる最中にも痛まない、途中途中のチェックで良性の変化があることっていうのを確認してもらいたいんです。悪化、痛みが強くなるとか動きが逆に狭くなるなんていうことがもしあれば、悪い方向の変化がもしあればその日は中止、コンディションが悪いなって考えて、翌日また同じチェックをしてみて、あ、良性の変化が出てくるのかっていうのを確認してエクササイズは続けるようにしてください。よろしいですかね。で、チューブのエクササイズ、元気な人に対してはですね、実はこれとまた違ったやり方がありますね。インナーマッスルの話を今しましたけれども、何がしかの競技をするとか強い運動をするってことになった時には表層のアウターマッスルというものとインナーマッスルの協調性が大事なんですよね。その協調性を育みながら肩を整えていくようなエクササイズもあるんです。これについてもですね、今度まあ動画にまとめて発表してみたいなと思います。乞うご期待ですね。皆さんどうぞお大事になさってください。ありがとうございました。